あら、マスター、朝から元気そうで何よりね。それよりも今日はバレンタインデーよ、マスター。私の国ではバレンタインの風習が広まったのは最近らしいのだけど、でも何であれプレゼントがもらえるのはいいことだわ。いいことよね。というわけでチョコレートを所望します、マスター。どういうことです？他のサーヴァントの方々に伺いました。日本のバレンタインは主として女性が大切な人へ贈り物をすると、そしてホワイトデーにその返礼を行う。この場合サーヴァントである私がまずチョコレートを贈るべきだと考えていたのですが、なるほど。では慎んでこのプレゼントはいただきます。そして驚きなさい、讃えなさい。実は私もプレゼントがあるのです。それがこちら。私を何だと思っているのです。ちゃんと準備しています。公女のたしなみです。さあさあ、どうぞ開けてみてください。本当であればチョコレートが正しいのでしょうけど、それは他の皆様からいっぱいもらえる、そう私は推測しました。なので B のぬいぐるみです。可愛らしいでしょ。魔力を込めたので少しばかり怪奇現象が起きるかもですが、些細なことですね。まあまあ、そこら辺はまあ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 。ではマスター、私はチョコを賞味します。せっかくですので、お付き合いください。おはようマスター。いい朝ね。あら、私の B、 クーフーリンさんと一緒に置いてあるのね。とても嬉しいわ。仲良くしてくれるといいわね。